皆さんこんにちは。こんにちは。寸分狂わぬ早打ちの名手、次元、うん、次元ルパンが神化できます、うん、私はもう神化済みで、動画は撮ってなかったんで行きたいと思うんですが、はい、究極に参ります。はい、参りました。おお、ちなみに、あ、もうマミルトンさんは今回次元を運極に。あ、そうです。今ね、ラック55かな、54かな。私は次元は運極にしようとはしてないんですけれども、うん、藤子が今まさに同じぐらい56か7かな、うん、あと残りが1週間ぐらい、うん、ぜひとも運極を作りたいものですね私ね、この藤子さん、藤子みたいにイベントで着てるやつよりこの降臨系のがすごいやりやすいんですよ。森さんなんかすごいなと。私はもうね、そのこの時間にやらなきゃダメってのがもう自分のスケジュールが合わなくて。あ、まあそうっすね、もうなんか24時間いつでも OK じゃないときつい、うん、ここ準備っていろんなね、記憶を。あ、そっか、だから貫通でなるべく上の方にあって、ボヨンボヨンも出るし、カチンカチンも、カチンカチン出ないんだ、うん、ボヨンボヨン降りていい。じゃあもうジュリエット完璧っすな、うん、ジュリエットしかも2人ずつなんで、多分人なんでしょうね。おそらく人なででしょうね。キャプテン書とか他の属性だと1回じゃダメなんですよ。今ほらちょっと残ってるじゃないですか。うん、残ってる残ってる。そしてすごいパーティー構成。そうか、マネトさんだって運極作りたいんだよね。 そしたら私全然1体アーサーじゃなくて下がってるけど。あ、本当ですか。うん、そっちの方が良くなかった。あのジュリエット使ってとか使ってみなかった。いいね。貫通の光が、うん、でアンチダメージがそんなになくて、あのジュリエットかあとはゼウスなんですけど、ゼウスはだからブヨンブヨン一丸でダメだったんですよね。おー、めっちゃ救急車とかめっちゃ救急車。私最近あのフジコばっかりやってるとさ、そのあれアビリティロック、うん、ないって楽だなあ、嫌です。もうアビリティロックが邪魔でしょうがなくてさ、アンチ重力なのに重力食らう。うん、いいね、ジュリエット。そのやつでもちょっと狙いにくいですね。狙いにくいけどボヨンボヨンちょっとこれで一撃でやりたいよね、うん、これぐらいでいけるかな。あー、まあ一撃かどうかわかんない、わ、うん、かんない。じゃあ3発で160万当たりましたよ。今の位置からあのブロックの下に入れたのもすごいですね。ありがとうございます。ブロックこれかなり練習になってあー全部座れちゃった。次元に当てたかったんで。アーサーここ行っちゃダメだ。アーサーの狙うやつ録音を近くにガンガン行っちゃうからね、うん、そうですね。あら、お、落ちた、やった。え、ダメージ取れじゃおめでとうございます。ありがとうございます。それはとてもラッキーですね。とてもラッキー。わーお、強い強い。やっぱり至近距離でさ、あのロックオンワンウェイドンとかは、うん、朝魅力的だな。朝10時も出てますからね。あ、ボヨンボヨン祭り、うん、人なで、いや人なで試しそうか、うん、みたいな。ヒュッ、あ、人なでじゃ無理だ。ちょっと残ってる、微妙に残るわ、うん、残るんだ。一応このジュリエットはタスカンしてます、うんうんうん、若くは正面削り、うん、まあ、攻撃力がもし上がってたら、うん、あの残り方だと一撃あったかもしれないね。ここはあの最初私貫通読んでいってた時は、ほうほう、あのボヨンボヨンを倒すために貫通読んでいってた時があって、その時あの結構事故ったんですよ。あ次元のあのバンバンバンっていう激しいやつ、激しいやつも。このアーサーアーサー入れるとすごい安定する、うん、大丈夫、空気やばくない、大丈夫、まだ助かる、大丈夫、まだ助かる、うん、ハート取れるといいな。取れんかった、でもちょうどよかったかな。そうそう、ハート取りながら行きましょうかね、はい、多分ジュレットのボーンで、あ、本当ですね、素晴らしい、うん、
今度ね、新しいモンスターであのブロックを完全に無視するモンスターが出る、うん、アンチブロックすごいっすね。このアンチブロックやたら厄介っす。厄介だよね。当たり判定もすごい難しいし、うん、ほい、はい、おーいいダメージ。おー弱点に当たったかのように見えたけど、あれは銃撃の後だった。うん、おー素晴らしい素晴らしい素晴らしい。ボヨンボヨンやっつけたいけども、先に次元とどめさせちゃうから、ね、えい、はい、数値台は高いです。安定しているね、うん、しかも結構早い早い。あーちょっとめっちゃ頑張れ、やった頑張れ。おお。でもあの友情コンボも相まって素晴らしい、うん、ジレットはここは最適な一体ですね、うん、最近この降臨が1日3時間が分けてきてるんですよ、うんうん、すごいそれがありがたい。あー逃したーって思っても、あまだ来る。私は1日あたり富士子を10体ぐらいをノルマにしないと間に合わない。あブロッ ブロック嘘。そうっすよね。だって一周でだいたい1個、一周1個です、うん、でなんか2個は落ちない、マルチで落ちる可能性もあるから、マルチでやるとたくさん落ちる可能性もある。あそうなの、うん、マルチの方がダメージトレジャーの可能性って高くなるのか。そうですね、あのワクワクみたいな感じ。あ、そうなの、知らんか。基本今私その50何周しましたけど、うん、1人でソロでやってる分にはダメージトレジャーはゼロないんだ、うん、多分。ほー2人でやるとあのダメージトレジャーの確率が1個で、3人でやるとだから1人人数引く1へぇー、確かそんな感じだったさようでございますか、うん、あ弱点、弱点出すやつ、はい、弱点出してアーサーを2体貫きたい、うん、あまーあーごめんちゃい。ただ、うん、もう次元これかわいそうな感じですよ。アーサーが2個弱点貫きますよ。じゃあ滝夜叉はちょっと打たないでおこう。相当軽く出るぞ、うん、ただ私の朝は位置的に2個は貫けない。真ん中の方ですか。真ん中しか、うん、ちょっと微妙にこの間とかだったら2個当たるのかな、うん、いってどうかな。2個当たってる、うわっうわっ200万すげえ。ギリエットからの朝やべえやべえ200万すげえびっくりした。結構あのレーザーって幅、うん、広かったっすね。あるんやな。あ、惜しい。マミュートンさん残念、うん、でも1個途中でドロップしたんで。おめでとうございます。ありがとうございます。2体ドロップおめでとうございます。はい、皆さん次元は貫通が、まあ、かなほぼ必須ですよね。そうですね、ボヨンボヨンがいる以上はね、うん、貫通を入れるということと、その他はフレンドにアーサー連れていくと早い。フレンドにアーサーが早い、うん、あの火力、うん、そんなわけで、うん、次元のステータス見ます。あ、見ましょうか見ましょうか、はい、はい、もういきなり進化後の次元からいきます、はい、こちらです。早打ちの次元大輔、アンチダメージオールに鉱物キラー、うん、ステータスはこんな感じ。なんか雰囲気、見た目攻撃力がそんなに高くなさそうな雰囲気もあるんですけれども、私振ったら十分ですね。そうですね、うん、ストライクショットの早打ち 0.3 秒ってのはどんなやつ、狙った方向に球弾を打ち弾が当たった敵に追撃、どんな感じなんだろう、ちょっと やってみよう。やってみないと分かんないですね。です今マミルトンさんがあの運極をまさに作ってる最中ということなので、はい、今ラックちょうど56、これ後でまた見せてもらいましょう、はい、で友情コンボは超爆発、うん、便利、かっこいい次元、かっこいい、
ちなみに私の作ってるフジコはこんな感じ、うん、マインスイーパーいいっすね。マインスイーパー砲撃型の超強ホーミング、うん、強いっすね。8、このルージュの誘惑もまだ私フジコ実戦で使ったことないんですけど、どんな感じなのかな。触れた的にルージュで追い打ちだから、まさにあのフジコ挑んでる時の、うん、あの口紅がボーンって、うん、あれがきっとストライクショットなんですよね、うん、強いですよフジコ、うん、全然もう素晴らしい、うん、で貫通メテオ的な感じですかね。おそらくメテオ的な感じでしょうね、ストライクショット、うん、なんか私の中では火のウォッカ、うんうん、水のロレライ、うん、もう木だったらもうフジコでいいんじゃないか木枠にそういうこと、そういうこう茨城同時いますけど、ね、茨城同時はもう長距離貫通ホーミングです。茨城同時と比べたらそうす、茨城同時とはちょっとめっちゃ強いから、うまくうまくです。はい、じゃあ本日は以上です。以上です。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を。またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。何だと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス・ムライ、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長のスプリング・マオ、そして野郎ども、おい任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。